前にも言った通り、大体でいいですからね。分けるのは足の部分、腰の部分、胸の部分、あと頭蓋骨ね。もう見て分かってると思うけど、頭頂部分とか、下骨術、上骨骨はかなり原型のまま残るから。万が一、のぼとっとけが残ってなかったら、その時はわざわざ触れない。やぶへびになるから。もし聞かれたら、素直に開けて灰になったことをお伝えして。でもこっちが謝る必要はないからね。あ、たまにはあること、はい、あのいちいち自分の触らなくていいから。あ、はい。あ、お疲れ様です。さっきのおばあさんも聞こえました。あの、だいぶ疲れて今あの休まれてます。すいませんね、あの2階の和室借りちゃってます。全然。上条さんは、あ、はい、あの、まあ、裏で仮装作業してます。あ、今度の合コンの件で、あのだいぶメンズが揃ったもんね。いいじゃないですか、今度は、うん、薬剤師さん、保育士さん、看護師さん、そんな感じで。あ、いいですね、なんとなく我々寄りの感じ。そうですか。あ、全くの淡い感ないじゃないですか。あ、上条さんもそろそろ理解ある人との出会いがあればいいんですけどね。患者を務む公務員、笑顔が素敵な45歳、どこから見ても年相応に見られます。人としては害はない感じだから第一印象はいいと思うんですけどね。第一印象、星座は乙女、干支は馬、血液型は A 型、体はガタガタ。公務員です。何の公務員聞きたい。まあ、強いて言えばイベント関連、的なからの。それで時にはしつこく聞いてくれる人もいるじゃないですか。いるね。何のイベント聞きたい。まあ、強いて言えば、強いて言うならば、総裁関連になるかな。人生を締めくくる一大イベントだからね。すると公務員でイベント関連で総裁関連ってどういうことってなるじゃないですか。なるよね、普通はね。市営中央斎場、火葬場です。一瞬その場の空気は変な感じになるんだけど、でもまあみんな大人だし、空気読んでぎょっとした気持ちをうまく加速しつつ、なんか割と興味あるし、逆にいろいろ質問してきて、その場は盛り上がるじゃないですか。盛り上がる。はい、その質問にお答えします。身元不明のご遺体は我々が責任を持って焼いて骨を骨壺に収めます。そんで、市営墓地の無縁仏の骨骨壺にちゃんと納骨いたします。お一人様で孤独死される予定の方もご安心くださいませ。あ、お姉さん、芋餅のお金ね。いろいろ周りが聞いてきて嬉しいからはしゃぎ出して、上条さんすぐ調子に乗るじゃないですか。唐揚げにレモンかけないの。そっか、じゃあ俺にかけて。ちゅっ、そういうのが入るでしょ。上条さん45歳、今ならさっぱりと召し上がります。どうぞ召し上がれ。なんちゃった。あ、そこは興味を持っちゃうところかと思います。はい、お答えします。あのですね、まさか頭の上からこのバッ、ああ、いや違う違う違う、誤解です。あのパンツのどこのしたわけじゃないです、ないです。あの横になった方がね、ちゃんと分かりやすいかなと思って。じゃあ普通に説明します。あの頭の上からバーラの火が出るんですけど、はじめちょろちょろ中パッパーどこじゃございません。もうしょっぱなから地獄の豪華ともいえる凄まじい炎で、まずどんないい棺桶でも10分くらいで焼け切ります。そんで次にご遺体に火が回ります。その灼熱の炎によってご遺体の筋肉が縮み、それによって運動と同じような現象が起きる。つまり、いや、だから違います。パンツのどこをしたわけじゃないんですよ。あの遺体が、ね、動くっていうことを、ね、説明しようと思ったんです。はい、ごめんなさい。動くんです。でも、あ、そうそう、動くんです。あ、怖くないよ。うん、あの、俺は生きてる人間の方が怖いかな。まあ、遺産問題で、遺骨を前にマジ喧嘩始める人とかいるからね。さっきまでしんみりしてたのに、ロビーで掴み合い始めてさ、俺が解雇したのに最後まで、どうのこうの言う声が火葬場中に響き渡って、人間のご褒美だね、あやみは。ある、何度かある。リリリリン、リリリリン。回線の繋がってない電話が急に鳴り出したり、あとは、パタン、パタン。火葬炉の扉が2、3回開いたり閉まったり。もう空気はそろそろもういいよって感じなのに、空気読めなくて、挙句の果てには必ずカッコつけるでしょ。バンパリン、これはもう割れるから。好きなみだけど、人生を大切に生きてほしい。一生懸命生きていれば、何かを残すことになるんじゃないかな。マイケル、どうした。
足出しになって足出しになって今日必死に生きられるでしょ。もうそこでやめときゃいいのに帽子投げて人ってやっぱり死ぬんだよ。でもほらこうして毎日生きてるとまさか自分がって他人事のようでしょ。いやでも死ぬよ生きてらしい。だからあんまり深く考えないで。ああ違う違う、あのパンツのぞこうと思ったんじゃないです、ごめんなさい。あだからあなたもあまり深く考えないで俺と付き合う。あなたの焼き加減はレア、ミディアム、ウェルダン、ブー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 、骨まで、骨まで、骨まで愛して欲しいのよ。いや、なんかいい感じでアピールしたと思う。すっげえ勘違いして、翌日に自信満々でアプローチをかけて。あ、もうしちゃう。あ、もしもし、米田さんですか？俺です。上条その45歳です。昨夜の飲み会で楽しく語り合った。あの方、右から2番目です。米田清子さんの携帯じゃない？あ、すいません、間違えました。あれ、なんだよ。携帯変えたかな？あ、メール来た来た。池田さんだ。ごめんなさい。お互い頑張りましょうね。言われなくても頑張りますって。まあ、メールが来ただけですね。まだマシですね。山崎優子様。押してダメなら引いてみる、じゃなくてもっと押せと。この電話番号からの電話はOKできません。もしもーし、もしもーし、繋がってませんか。これ待って、愛して欲しいのよ。安定。